アミノフィリンとは、非サンチン誘導体のアルカロイドの一つである、テオフィリンに、一二糖量のエチレンジアミンを加えて、水溶性を高めた薬剤である。アミノフィリンは、強心作用、利尿作用、気管支ひらな目筋主管作用などを有する。ただし、この生理作用の本体は、テオフィリンによる。テオフィリンは、血液のお門物も突破するため、末症だけでなく、中枢神経系にも作用する。 ホスホジエステラーゼの阻害薬であり、細胞内でのキャンプを増加させる。また、アデノシン受容体をブロックする。これらの作用によって、気管支平滑筋を弛患させる。さらに、中枢神経系を興奮する作用も有し、呼吸興奮作用も有する。傾向薬では、気管支喘息、喘息性気管支援、閉塞性肺疾患における呼吸困難、肺精神、 鬱血性心不全、心臓ぜ息が承認されている。注射薬では他に、排水腫、心臓ぜ息、チェーン、ストークス呼吸、狭心症、脳卒中発作急性期、早産や未熟児の原発性無呼吸が加わる。注射薬は、アナフィラキシーの治療にも用い得る。外用薬として使用すると、局所の体脂肪を減少させるとの研究がある。 心停止への応用が検討されたこともあるが、有効性を示せなかった。重大な副作用には、が挙げられている。なお、アミノフィリンの薬効本体であるテオフィリンは、血中濃度8から20が治療域であり、それを超えると中毒症状が発生する。典型的には、悪心、嘔吐等の消化器症状や心拍数増加に始まり、呼吸促進、不整脈、痙攣、 中枢症状へと進む。錠在を服用してから、最高血中濃度に達するまでの時間は、平均1.43時間、血中半減期は9.61時間前後である。アミノフィリンの注射剤は、テオフィリンに結合性溶解補助剤として、エチレンジアミンを添加して可用化した製剤である。エチレンジアミンは、テオフィリンと複合体を形成して、溶解度の高い状態になる。なお デオフィリンの場合は、エチレンジアミニ以外に、酢酸ナトリウムも結合性溶解補助剤として使用できる。ありがとうございます。